はい、どうも、ドリバルです。今日は2017年11月の30日、木曜日ですね。今、時刻は朝の7時を少し回ったところです。いよいよ月末というところでね、また新しい動きになるかもしれない。この FX のチャートですね。ここを、今日もね、今何らかのヒントが出るようなことが伝えられればいいかなというふうに思います。今週もね、あと木曜、金曜と、まだ2日残っているので、まだまだチャンスも多いですよね。はい、これ今、ドル円の日足のチャートを表示させています。直前のね、この売り、かなり強かったですよね。最高値、114.786、7796か。そこから始まった、今回の下落。ズドーンとね、結構強い勢いで押してきて、なんとか戻しをしてるんですけどね。113円でも止まらず、112円でも止まらず、結局、111円も割り込んできて、まあ、110円の手前ですね。この下からの強い上昇に対しての、まあ、50%付近で今現状、まあ、値が進行してると。いや、直前のこの強い売りに対してね、まあ、戻しというか、ひとまず、こう、陽線が立って、今、こう、週末、これから迎えていこうというところですよね。ここ4時間してみると、こんな感じになっています。今週の頭ぐらいだったかな。まあ、こんな感じのイメージを持ってね、この111円からこの最安値付近で、まあ、今までとはね、ちょっと違うチャートの形をしてきたので、まあ、このあたりでね、まあ、そこを打つ可能性というところと、以前、聞いていたライン、110.7円付近まで、まあ、もう一度ね、休んでを試しに行ってから、こういうね、反転をしていく流れみたいなのをね、イメージしていたんですけども、まあ、現状ね、まあ似たような形というか、まあ、このあたりで底値を作って、4時間足のこうトレンドをブレイクして、一旦ね、この戻り高値を超えて、ぐっと、昨日ですね、強い陽線が立ったというところですね。はい、こんな感じになってます。ここをもう少し拡大してみると、これ、ドル円の1時間足にしましょうか。はい、ここにあるのはね、111円1415ぐらいですかね。まあ、今回のそこでのネックラインのこのあたりに、そこを作った、かなり意識されたラインがあって、今回もそこからね、ぐーっと反発していった形になりました。で、一応直近の高値、ここ付近でね、こう乱高下した後に、最終的にこの切り下げラインをこうブレイクしていって、これ夜も違うんですね。9時ぐらいだったかな。まあ、じわじわ上がっていって、最終的にこの高値を抜いたことで、ドンと、まあ、強い上昇になったと。ここね、結構長い時間かけてね、底値を作ってるので、結局こういう急激な下落に対して、まあ、こういう波が変わっていく時には、まあ、それ相応の時間をかけて、こう展開していく。大きい力であればあるほどね、この横の流れが長くなったりするんで、まあ、こういうところは、まあ、他の場面よりも難しいので、まあ、できれば、しないのがいいですよね。で、戻り高値、まあ、そこが硬くなってきて、この戻り高値を超えそうな高値に接近してきた際に、まあ、ここをじゃあ、今度超えるような場所は、どのあたりなのかなというあたりをつけていって、まあ、見ていくっていうのが、いい流れなんじゃないのかなと。なんでね、この下落が、例えばね、まあ、当初予定していた通り、まあ、こういうネックラインまで下がってきた後に、ズドンと、まあ、上昇していくような形っていうのが、まあ、チャートパターン的にね、まあ、とても綺麗で、まあ、わかりやすい形ではあるんですけども、まあ、今回のこの上昇にしても、結局のところ このあたりでしっかりそこを作ってるんですね。で、そこからの、上昇というところになったんじゃないかなというところだと思います。で、まあ、現在ね、こういう、
まあ、上昇トレンドが発生していったと。今ね、112円っていうところ、まあ、ここの手前でこう持ち合いをしてるんですけども、まあ、今この流れを踏まえると、まあ、ここも、この持ち合いを、まあ、上にブレイクしていってね、まあ、もう一段階の上昇というところになる可能性は高いんじゃないのかなというところですね。この直前のね、4時間足レベルの下落に対して、まあ、現状68%付近の値をですね、まあ、ここを超えるか超えないかっていうところで、今、こういった底値とかでね、まあ、支えられている112円っていうところで、今、レジスタンスされているところですけれども、まあ、今、流れを踏まえると、まあ、もう一段階、まあ、押し目を作った後に、まあ、上に行く流れというのは、まあ、自然かなと。こういったところじゃないですかね。で、ここ今、現状ね、15分足で、見てみると、こう抜け出た足ですよね。やっぱりこう抜け出た足っていうのは、まあ、強い、こう方向性を出すので、ローソク足も強く太くね、まあ、意志を持った足になると。なので逆に言うと、こういう足を下抜けるまでは、この今の流れは、まあ、継続する可能性が高いですよね。なので、まあ、今、仮に押し目を狙っていくとすれば、まあ、こういったところにね、では損益を受けるようなトレードができれば、まあ、良いものになるんじゃないのかなと。で、現状で今こういうね、持ち合いをしているのが、まあ、確認できると思うので、邪魔でちょっと消しちゃいますけどね。と、こんな感じで。今日の日中の時間ですね。今、7時で、こうチャートが動き出した時間でね、いや、下にこう、値が飛んで、そこから今始まっている状況ですけれども、現状で112円っていうところの揉み合いが起こっている。まあ、その手前で揉み合いが起こっているというところなので、まあ、もちろんね、この決着がついた方向についていきたいとは思うんですけども、まあ、今の流れを見るとね、この切り上げラインを、まあ、上にブレイクして、まあ、どっかのタイミングでね、まあ、こういうふうにブレイクして、112円からのまあ押し目ラインみたいなのがね、今現状としては、まあ、すごく狙いやすい形にはなるんじゃないのかなというところですね。これですね。で、まあ、目標値とすると、直近の高値にはなると思うので、まあ、112.5円付近、この辺りもみ合いをしているところですね。で、まあ、今週木曜、金曜と、まあ、ひとまずこの辺りを目標にして、まあ、見ていける流れにはなるのかなと。もちろんね、この先何があるか分からないですし、112円でレジスタンスされる可能性もあるんでね、ここはね、そこの動きっていうところをしっかりと見てね、まあ、動き出した方向についていきたいと。いったところだと思います。一応他の通貨ペアも見ておこうと思うんですけども、ユーロ円ですね。ユーロ円。こちらもまあドル円、同様というか、132円、まあ、散々ね、意識されてない。直近の流れで、安値を切り下げてきてね、こういう、まあ、フラッグのような形、まあ、レンジを作ってきたわけですけども、ただね、まあ、上位足で見ると、こういう週足レベルのね、まあ、強い上昇の中の、まあ、レンジ、まあ、高値を切り下げて、安値を切り下げてきているような、まあ、上昇フラッグのような形を、まあ、作りつつあって、この安い高値がね、まあ、範囲が非常に長かったので、まあ、高値から売って、安値から買うような、まあ、そういうトレードができてきた。まあ、結構ね、しばらくやりやすい流れになってきたんですけども、今ね、
高値を更新できずに、まあ、安値も更新できずに、ちょっとね、孕まれたような形。こう、そこからさらにこう、少し狭まってる形になってきたので、少し難しい動きになってきたとは思うんですけど、まあ、現状132円間の反発というところ、4時間足レベルでこの切り下げラインをブレイクして、まあ、上にある値段がね、これも133円っていう、まあ、目安になる値段が今上にあるので、まあ、そういったところまでの、まあ、ロングというのは、まあ、ひとまず狙えそうですよね。で、そこに向かってね、今ね、こう持ち合い、今ドル円のね、揉み合いをしてるので、ここも、まあ、この揉み合いの決着がついた方向に、まあ、ついていきたいというところですけども、直前でね、まあ、こういう下髭を、まあ、長く出していくような動きとか、やはりこの132円というところが、まあ、一つ、まあ、そことして、まあ、現状機能している可能性は、まあ、高そうだなというところ。で、まあ、この辺も意識されてラインなんでね、まあ、こういうラインを、まあ、参考にして、まあ、132.50 付近ですよね。うん、この辺りでの、まあ、連鎖棒というところを狙っていけそうな流れではないのかなと。今ここね、まあ、このラインがまあ機能するかどうかっていうところをまあ確認して、まあ、押し目買いっていうところを狙っていけたらいいかなっていうところですね。で、こちらもう一つ、これユーロドルですね。ユーロドルは、まあ、日足レベルでね、こう一旦この辺り、天井圏を作って、まあ、強くね、こう売られてきたっていう、そういう流れがあったわけですけども、こんな感じですよね。そこを、まあ、こういうね、強い足をつけて、まあ、ブレイクしていったっていうところで、今度ね、逆側の、まあ、日足で見ても、今ここで、逆側のトレンドが、出てきたような位置。もう少しね、上の時間足、週足で見ると、まあ、今天井圏でね、もり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 してるっていう状況には、こうね、なってきてるんですけども、すごい、こちらもね、まあ、ユーロ円同様、まあ、かなり強烈な上昇してきて、一旦まあ押し目が入って、そこからのまあ押し目買いっていうところ、という構図がね、まあ、週足を見ると見えてくるのかなと。まあ、一応もう一つね、月足を見てみると、まあ、こんな感じですね。で、ここにあるね、この、何度かこういう詰められたライン。だいたい今その辺、1.19から1.12付近、というところになってきてるので、まあ、ここを超えてくるか来ないかっていうところは、やはりね、何度かこう押し目を作って、今揉み合いをしていくようなところ、まあ、そういうふうになりやすい場所ですよね。まあ、理由としては、こういうね、まあ、強烈な下落が、まあ、チャートの左側にあって、そこをね、こう分断するような位置、何度かこうそこを打った位置っていうのが、まあ、こういうところに見受けられるので、ね、過去かなり意識されてないですよね。で、ここを もう超えてくると、再度ね、こういったところから、今度はね、こう上昇に転じる、まあ、かなり長い、まあ、トレンドに、まあ、なり得る場所に、まあ、今近づいてきたのかなと。ただ、ここはね、まあ、日足、週足見ても分かる通り、前回も天井圏を作っている場所ですし、まあ、ここを超えるには、もう一段階ね、何かしらの力が必要になってきそうな場面なので、ここね、やっぱ直近高値を超えて、ちょうど目安となるのが1.20ですよね。1.20。まあ、そういったところで、まあ、どうなるのかっていうところ。まあ、狙うとしても、まあ、ひとまずはそういったラインまでの、まあ、買いというところになると思うんですけど、まあ、そこまでね、今、現状でも値幅がまだまだあるので、この押し目買いというところは狙っていきたいかなってことですね。で、綺麗な、今4時間足トレンドができてますよね。で、逆側のこういう、切り下げライン。で、これはまあ30分以下、1時間以下のトレンドができてるわけですけども、これをまあブレイクしたあたりで、まあ、こういったところね、そこで、ね、確認できれば、ここから、
お締めがいいというところでやっていきたいなと。で、今ここにあるラインがね、ちょうど1.185っていうね、これもまあ目安になりやすいね、ラインなので、こういったところを、まあ、1時間30分足レベルで確認してね、やっていきたいなと。まあ、今日明日にね、まあ、チャンスに来る可能性もあるので、まあ、そういうところを見ていければいいかなというふうに思います。今、現状の安値がここにあるので、今の流れはね、ここを下抜けるまでは、まあ、変わっていきそうもないんでね、まあ、実体レベルで言うと、まあ、1.183ぐらいですかね。まあ、その辺までの、まあ、こういう持ち合いを、まあ、抜けてくるような流れになれば、狙いやすいかなといったところですね。今日日中、また、まあ、ツイッター等で、まあ、つぶやくとは思うんですけども、まあ、月末というところもあってね、まあ、これから月頭に明けて、まあ、大きい動きにはまだならないかもしれませんけども、今現状重要な位置にいる通貨ペアがまあ結構あるので、少ないチャンスもね、まあ、ものにしていけたらいいかなというふうに思います。それではね、まあ、この流れを踏まえて、また後ほどお更新していきたいと思います。はい、先ほどの続きです。今時刻は7時37分になったところです。今日はこの後ね、10時の時刻に中国の指標が控えてるんですよね。製造業。まあ、アジア、広くね、アジア地域にまあ影響が出やすい、今、中国の指標。まあ、中国はね、まあ、世界経済に影響を及ぼすので、まあ、こういったところでね、また明確な方向性が出る可能性があるので、10時前後ですね、そこにはまあ注目していきたいというのと、あと、まあ、中国にね、資源を提供しているオーストラリアはですね、まあ、その指標も、まあ、アジアタイムね、9時から9時半ぐらいにかけて、発表されるので、まあ、そこにかけてね、特にドル円と、まあ、動き出す可能性があるんじゃないかなってところで、今一回ね、買いのエントリーをしてみました。朝ね、窓を開けていったところの安値の下に損切りを置いて、一回買いのエントリーをしてみました。まだね、112円ってところを超えていないので、まあ、損切りされて終わる可能性が、まあ、もちろん高いんですけども、まだね、この持ち合いを抜けてないんでね。今一度、買いのエントリーをしてみました。ここで、損切りが行って、ここの安値の先ですね、行って、111.84かな。一応、まあ、マイナス11ですね。11ピプスの損切りで、まあ、一回、買いのエントリーしてみました。ちょっとこの後ね、もう、ちょっと用事で出なきゃいけないんで、まあ、ひとまず、バイトにしてみたっていうところですね。で、これで、まあ、指標の結果を待とうかなと。もう一つですね、ユーロドル。こちらも、今、さっき、エントリーしたんですけども、1.1850、さっき見せたラインですね。で、このラインからの、まあ、反発っていうところを見て、まあ、損切りが今、直近で安値ですね。これもね、ちょっと、まあ、まだまだ距離が近くて、そういった指標でね、まあ、買われてしまう可能性もあるんですけども、今、一回、この5分足レベル。で、この切り下げラインを、まあ、ひとまず、このままブレイクしてきて、直線のね、もう底根圏から強く上昇していった、この波に対しての、まあ、60.8%っていう、まあ、その手前ですね。っていうところの、まあ、反発っていうところを、まあ、見て、まだまあ、こういう、動きとしては、まあ、こういう流れを見ているっていうところですよね。で、まあ、その他の流れに関しては、まあ、さっきね、考察した通りで、このトレンドラインをブレイクして、ひとまず1.12付近を目指すような流れというところを疑って、今ひとまずここで、買いのエントリーしてみました。ここも、この今の直近で安値の少し下ですね、1.1840というところを、まあ、損切りにしたので、こちらも11ピプスですね。両方負けると、まあ、22ピプスのマイナスというところになるんですけども、まあ、少し、ね、大きい動き出しになる可能性、まあ、その処理代というところを考えて、今、一つここでエントリーをしてみました。まあ、ここで、ね、まあ、22ピプス払っても、まあ、見返りが大きそうなので、いいやなっていうところですよね。
そのところでね、また、日中のツイッターなり、今夜の更新なりしていきたいかなというふうに思います。一応これもう一つね、ユーロ円なんですけども、ここもね、この132.5付近からね、反発していきそうな兆しはあるので、ここからの締め買いというところを、狙っていっていいと思うんですけど、止められやすいところがね、多々あるので、あと切り下げ、今現状でね、持ち合いになりつつある、このままね、スポンといって可能性もあるんですけども、高値を切り下げてね、安値を切り下げる、ちょっとね、今までとは、形が異なってきたので、ロングするのはいいと思うんですけど、ちょっと慎重に行った方が良さそうなチャートの形をしているかなといったところですね。それではまた後ほど更新したいと思います。はい、先ほどの続きです。ちょっと休養でね、戻ってきて、時間があったので、追記したいと思います。今、時刻は13時50分に終わったところですね。お昼少し過ぎの時間ですけれども、ドル円。結局ね、直近高値を超えずに、このまま横の動きになりそうですね。112円というところで、揉み合いをして、次の動き出しを待つと。4時間足レベルで見ると、こんな感じになってます。なのでね、もう一段階強く押し目をつけてから、上昇する可能性ももちろんあるんですけれども、現状でね、先ほど置いたね、損切り、まだ切られてないので、そのまま放置しておこうかなと。おそらく今日もね、夕方の時間、残りの今、これドル円15分足ですけども、横の動きになってきたんでね、欧州タイム、ロンドンタイムに入ってくると、動き出してくるのかなと。で、今朝あたりにつけたね、今日の初めね、の、少し下、ここ下回ったらね、損切りをするというところで、このまま、もうしばらくね、放置していこうかなと。こんな感じで今、切り上げを作っているので、おそらく夕方の時間、こういうところでね、今何らかの、動きを捨てくるんじゃないのかなというところですね。で、今の上位足の流れっていうのが、今一つ冷やしで確認してみると、強く売られている途中ではあるんだけども、ここのね、目安となる112円というところまで、強く戻ってきているというところですね。で、直前のこの切り下げライン、4時間足で見たら分かりやすいですけども、こういうね、強い下落が一旦ここで、ストップして、強く陽線が出たというところでね、ひとまずのこう、移動平均線上に抜けたっていうところもあって、長期足レベル、ちょうど週足のね、押し目、付近なんですけど、長期足レベルで、上足レベルで、波が変わって、行ってる場所、4時間足以下、60分、30分見ても、ちょうどね、トレンドに乗って、上昇に転じていってる場所ですよね。こんな感じで。で、現状でね、この辺り、先ほど触れた、夕方の時刻でね、夕方の時刻に、この辺りにね、ぶつかりそうなので、そこまでおそらく横の動きをしてから、次の動きらしい。で、最初に書いたね、こんなイメージ、この112円での、押し目買いみたいなね、で、そういうイメージを持ってましたけども、このイメージのままね、もうしばらく保有していこうかなと。もう一つ、ユーロドルですね、ユーロドル。こちらも、現状、上位足の流れ確認しますと、冷やしレベルでね、この切り下げラインを、ブレイクして、一旦この高値を目指していくような動きになってきてるんですよね。で、4時間足レベルで見ると、綺麗なトレンドができてきて、今、3点目。で、次の動き足を待っているような位置ですよね。で、ここも、現状で、横の動きになりつつあるので、このままね、今の最安値、111.18128かな。このあたりまで、下落してきてから、の押し目買いっていうところも、考えられるんですけども、現状でね、想定しているこういう動きですよね。こちらもこの切り下げラインを、ここで一旦ブレイクして、今横の動きになっているっていうところを見ると、同じくね、ドル円同様、ロンドンタイム以降に、
まあ、活発な取引が始まった後にね、まあ、動き出す可能性が高いのかなといったところなんですけど、まあ、損切りも、まあ、当初、予定した通り、まあ、現状まだ切られてないというところと、まあ、これね、まあ、動きがないっていうところを見て、まあ、利確してしまってもいいと思うんですけど、まあ、このまま落ちていこうかなと。まあ、このぐらい、緩い気持ちでね、まあ、気楽にやった方が、まあ、いい結果を生みやすいんで、まあ、いいかなと。で、まあ、これも繰り返しですけどね、まあ、トータル両方の通貨ペアで、マイナス11という今、損切りを払ってるんで、仮にね、まあ、このトレンド転換、というところで、まあ、動き出してたとすると、まあ、双方ともね、まあ、損傷利大というところで、まあ、大きい動き出し。ドル円に関してはね、おそらく上昇したとしても、112.5、まあ、半値付近でね、まあ、半値、まあ、反応するとは思うんですけど、ここまで、まあ、約50ピプスぐらいですよね。まあ、ここまで約50ピプスぐらい。まあ、ひとまずの目標ですよね。で、ユーロドル。に関しては、これでね、4時間足のトレンド。例えば、ここでね、まあ、天井を打ったとしても、1.1956。ここまでまあ100ピプスぐらい。4時間のトレンドフローっていうところはね、結構、まあ、信頼できる大きい動きというところでね、まあ、自分はそれを主軸にしてトレードしているので、まあ、ここで、もう、押し目が入っていけば、まあ、そういう流れには、なりそうだと。今ね、現状でまあはっきりとその押し目買いがまあ勝っていって、まあ、買える勢力がまあぐんぐんこういうふうにね、伸びていってるわけではないんで、まあ、決着がついてないというところで、まあ、その見られる可能性は十分あるんですけど、まあ、今、この形としては、十分ね、優位性が感じられると思うんで、まあ、このまま、まあ、放置してね、もしばらく観察していこうかなというふうに思います。はい、途中の時間ですけどね、ちょっと今時間があったので、途中報告というところでお伝えしました。またね、この後、夜の時間、ヨーロッパ、ロンドンタイム始まる時間以降にね、まあ、この結果踏まえて、まあ、損切りされたら損切りされた以降の動き、をまた、ついていけたらいいかなというふうに思います。はい、それではまた後ほどまた更新します。ちょっと先ほどの続きなんですけど、これオーストラリア円ですね。よいしょ。日足で見ると、まあ、かなりね、まあ、ドル円ドルかなり強い売りが入ってきたんだけども、この辺りで、今の売りの形がね、ちょっと横の動きになってきて、さあ次の動きどうなるのかなというところですね。直近の安値で見ると、もう少し下、84円。この辺りもね、まあ、30、40ピプス程度の値幅があるんだけども、今現状、まあ、4時間足レベルでね、まあ、これだけ底を作ってきたので、まあ、次の動き出しになってくるのじゃないのかなというところ。で、まあ、現状でね、85円っていうところ、一旦まあこの辺りで底を作って、これが84.5円ぐらいですね。で、まあ、午前中のアジア指標を受けて、まあ、じわ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 上がってきたというところ。まあ、そのところを見てね、今こう直近高値が、まあ、抜けるか抜けないかなというところですね。ここでまあダブルボトムを作って、84.9円ぐらいですね。そこから、この高値を今、まあ、超えるか超えないかなというところの値動きになってきていると。今、14時20分ですね。よいしょ。これで1個、1回買ってみようかなと思うんですけども、941。まあ、損切りはここですね。ここをまあ切り上げてきた流れ。なので、まだはっきりと、まあ、目線が切り替わってるわけではないんですけど、1回ちょっと買ってみようと思います。で、損切りが、よいしょ。ここですね。84.94。まあ、約10ピプスぐらい。ところにも損切りを置いて、ちょっとね、しばらく保有していこうかなというふうに思います。これもね、他の通貨ペア、観察してた他の通貨ペア同様に、まあ、底値圏の動き、この時間シリーズでね、まあ、かなり長いこと、まあ、底の動きを作ってきて、
まあ、エンディングダイアログのような感じですよね。まあ、次、流れが変わっていきそうな、まあ、こういうね、下落の中で、まあ、レンジの中で、こう、じわ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 下げてきて、だんだん心が小さくなってきているというところですよね。で、ここで、まあ、トレンド転換して、まあ、短期足でね、トレンド転換して、ぐっと上昇したとすると、一回目はこの、そこあたり、86円、86円とかですね。まあ、こういったところまで、まあ、値幅にすると大体100ピクスですよね。動いてくる可能性はあるので、まあ、そういう値幅を狙って、まあ、月末というところでね、こうですよね。まあ、そこまで大きく動くかどうかは、まあ、実際問題はわからないですけども、まあ、払う損切りと、まあ、ここはね、まあ、今のこの高値を、まあ、抜けていったとすると、まあ、このままね、まあ、こういった動きになってくる可能性は、まあ、高いかなと。というところで、この木曜、金曜の値動きを見ていけたらいいかなというふうに思います。今ね、今この切り上げラインに乗って、動いているので、まだね、この決着がつくまで、まあ、しばらくかかりそうなんで、だいたい似たようなトレードですよね。まあ、損切りが10ピプス。で、仮にここ抜けたとすると、まあ、半値まで50ピプス。ね、今の当面の目標までは100ピプスぐらい。ここですね。値幅があるので、まあ、そういったところまで、まあ、狙っていければいいかなというところで、損切り10ピプス払って、今、エントリーしてみました。これ、トータルでね、まあ、ちょこちょこちょこエントリーしてしまいましたけども、まあ、全部で30ピプス程度ですね。の、まあ、すべて切られたら、まあ、30ピプス程度のマイナスと。いったところで、まあ、すべて逆にこう利益が取れると、まあ、100ピプスを超えるようとね、で、まあ、利幅にもなってくると思うんで、まあ、その処理代というところですね。まあ、仮に、まあ、すべて切られて30、マイナスになったとしても、まあ、同じようなトレードをしていくとね、大きい流れ、まあ、特にその4時間足のトレンドですよね。そういったものに乗っていった時の、まあ、波の力というのは結構強いので、まあ、次回、同じような、似たような形が来た場合には、似たような背景が来た場合には、同じようなトレードをするといったところで、まあ、特に、マイナスを食らったところで、どうこういうところではないですね。結局ね、こういったトレードというのは、まあ、結果は、まあ、運次第。でも、まあ、そうなる可能性があるところに入り続けるというところで、まあ、5連敗、10連敗することっていうのも、実際まだあるんですよね。一応自分が選んでいるところは、まあ、勝率、まあ、5割以上、まあ、利益率が、まあ、1対1以上のところ、というところを、まあ、選んでいるつもりで、まあ、エントリーしているわけですけれども、それでも、まあ、連敗するときはね、もう5連敗、10連敗することがあって、まあ、その後、まあ、結果的にね、まあ、マイナス100ピップスぐらいにはなってくることが、まあ、よくあるんですよね。ただ、まあ、そういうことを繰り返していくと、まあ、結果的にね、まあ、1月程度の、まあ、単位で言うと、まあ、勝ち越すというようなトレードを、まあ、続けているので、今、何年目かな、4年目、5年目ぐらいですけども、負けた月っていうのはあんまり、ないですよね。まあ、これが、まあ、うまく、投資という考えでやっている結果なのかなというふうには、自分個人として思っています。まあ、なんか 今、ビットコインが100万円超えて、まあ、お祭り騒ぎになってとか、誰かがね、まあ、株取引で、ドーンと上げて、まあ、何千万稼いだとか、まあ、そういう華々しい 話っていうのもよく耳にするんですけども、まあ、実際に投資っていうのはね、そういった、まあ、ギャンブル的な要素っていうのは、あまりなくて、まあ、やってることは結構地味でね、まあ、結果も地味で。でも、まあ、そこにね、まあ、最低限のレバレッジをかけて、まあ、実際にはレバレッジない方がいいんですけどね、まあ、でも最低限のレバレッジをかけて、まあ、5倍程度ですかね、で、取引をしていくと、まあ、資産ってね、結構あっという間に増えてくるんですよね。それが、まあ、投資の魅力であって、1回の勝負でね、まあ、1億稼ぐとか2億稼ぐとか、そういった勝負をするわけではないっていうところですよね。で、こう、投資と、まあ、ギャンブルの違いなんて、よく言われることあると思うんですけど、これはもう、いかに、して危ない橋を渡らないかという、
まあ、穏やかな勝負をするかという。まあ、みんなそれがね、やりたいのは当たり前だと思うんですけど、でも、いざね、目の前で大きなお金が動くと、まあ、人間はこうギャンブルに走ってしまいがちなんですよね。特に今の暗号通貨のお祭りいい状況なんていうのを見ると、まあ、ビットコインでね、1億円稼げたっていう話もね、Twitter とかね、いろんな SNS でよく見るんですけど、まあ、ただただ危ないなとしか 思えないっていうのが現状で、まあ、自分はやるつもり全くないですし、そんなものをやらなくても、それだけの利益を出せるっていうことはもう分かってるんで、まあ、危なしは当たる必要ないですよね。まあ、投資において一番大事なことっていうのは、一生涯かけて、生き残らなきゃいけないんですよね。どんな勝負でも、まあ、先日ね、1%でも負ける可能性があったら、その1%の負けを想定した、まあ、トレードをするっていうところ、まあ、それがまあ、投資という考え方なんだよっていうね、動画も出させてもらいましたけども、退場しちゃいけないんですよね。まあ、よくある、まあ、強制ロスカットってやつですけども、まあ、そうならないようなポジションのサイズ、まあ、自分の資金量の中の、まあ、数パーセント程度を、まあ、常に運用して、まあ、つまんないですけども、コツ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 と、まあ、勝負を繰り返していく。これがね、まあ、FX 株取引、まあ、仮想通貨、まあ、すべてにおいて、まあ、勝ち続ける、まあ、絶対的な秘訣なんじゃないのかな。それをひとたびね、なんか、今じゃチャンスだと。もちろんチャンスでね、春学を倍増して、まあ、そこに乗っかるっていうのは、まあ、すごくいいことなんですけど、チャンスをつかみ取るっていうのはもう才能なんでね。でもその一つの判断がこう大きいお金を生み出すことによって、今までできてきたものが冷静な判断ができなかったりもするんですよね。それはまあすごく危険なことで、危険だって言われててもそうなってしまうのは人間の欲望だったりするんですよね。誰でも数ヶ月で1億円手にしたらおかしくなるじゃないですか。誰でも宝くじで5億円当たったらおかしくなるんですよ。これは余談ですけどね、宝くじ当選者のもうかなりの数が数年後自己破産するっていうびっくりしたデータとかって実際問題あるわけで。夢をつかんで一攫千金を手に入れたにもかかわらず、その数年後にはね、そのお金の使い方がうまくいかずに、まあ理由がわかんないですね。どんな理由、いろんな理由があるでしょうけども、結果的にその大金を自分が扱える度量になくて、まあ、全てを使い果たして破産すると。そういったことがまあ普通に起きてるんですよね。なんで、まあ楽してではないですけども、短期間でね、あまりに大きいお金が動きすぎるような勝負というのは、勝ったとしてもあまりいいことがないのかなと、いうふうには思ってます。もちろんね、チャンスがあれば、どんどんね、飛び込む準備はできてるんですけども、まあ、なかなかそういったこともないですし、今までね、穏やかにコツコツ来てるんで、逆にそういう危ない時っていうのは、もうなんか生還するようになっちゃいましたね。もちろん、為替で言ったらね、トランプラインとか、アベノミクスとか、黒田逆バズーカとかね、そういった時に乗ったことはありますけども、まあ、それはあくまでね、長期足レベルで、波が転換していった。その後に、まあ、後乗りしただけであって、まあ、明確な根拠がある上での勝負なんでね、まあ、特にドキドキもしないですし、まあ、淡々とした結果、やっぱり下がったね、やっぱり上がったね、ぐらいですよね。まあね、そういう話を聞いて、まあ、なんだよ、つまんねえな、ってね、もっとでかい勝負しろよ、みたいな感じで思われるかもしれないですけども、実際はそんなことしなくても、勝てますよ、と。ってとこで、今、14時半になりましたけども、またね、後ほど、この続き、撮っていきたいと思います。はい、続きです。今、時刻は18時を少し回ったところです。これ、ユーロドルなんですけど、先ほどね、こう強く売られてきたところで、ユーロドルは決済されましたね。これ、結局、縦にね、
損切りを置いていたので、プラマイゼロで終わりました。今強く売られてるっていうところで、これが止まる前にね、もうしばらく我慢しようと思います。最近ね、18時、ロンドタイム始まった時に、レンジをね、超えないか超えるか超えないか。今の戻り高値、ここですよね。流れがはっきりと変わるところ。で、超えようとしてね、超えないっていう動きがとても多いんで、ここのところ続いてますよね。なんで、この先で、決済してもよかったかなとは思うんですけども、今の、ちょっとね、チャート見る時間もなくて、損切りを切り上げて、放置していたところを、損切られて終わったってところですね。今の流れっていうのが、4時間のトレンドフォローを、狙ってるのでね。現状、直近ですね。1.18128。ここに接近したときに、もう一回逆張りのエントリーをしてみようかなと思ってます。はい。これユーロドルですね。で、その他の通貨ペアなんですけども、ドル円。これはね、うまいことこうグーッと伸びてきましたね。はい。現状で48ピプス。これは大きい値動きになってます。少し上にね、半値、112.50っていうね、このあたりの、目標があるので、そこで、おそらくね、揉み合うを見せるでしょうけども、そこの動きを見て、次、113円を目指すかどうかっていうところを考えていこうかなと。よいしょ、こういうところですね。で、もう一つ、オーストラリア円。はい。こちらはね、抜けたか抜けないか。85円っていうところでね、結局、もり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 揉み合ってるので、現状ね、値幅が、大した動きがないというところで、さあ、どうしようかなというところなんですけども、85円っていうところでね、押し目買いが入ると、ぐっとね、上昇していく可能性もあるので、このままね、もうちょっと、こんな動きをね、想定して、もうしばらく保有していこうかなというふうに思います。こちら現状でね、マイナス10に損切りを置いてますけれども、85円を割ってくれるのとちょっと考えようかなというところですね。現状18時過ぎの時刻の今値動きというところで、中間報告というかね、また後ほど更新したいと思います。はい、続きです。今時刻は20時35分になりました。これ今ドル円ですね。高値、112.5円の、少し手前でね、この高値を切り下げつつある形になってきたので、ここでね、一旦の小休止には、なりそうなのかなというところですね。これ4時間足ですね。はい。チャートの左側の目標値ね、このあたり、112.5円付近っていうのは、以前もね、こういう揉み合いをしているので、ここら辺でね、揉み合いをするのは、必然の流れかなと。1時間足を見てみると、こんな感じですね。当初ね、エントリーしたのが、この辺りですよね。ここら辺かな。この辺ですよね。で、損切りをここに置いて、で、こういうね、今、イメージで、結局とエントリーしたというところなんですけども、こういうね、似通った形で、112円というところを、うまく突破して、で、そこで、押し目買いというところになったのかなと。で、目標値にしてもね、ひとまずの目標値である112.5、その手前で今ね、押し目というか、一旦で下落になってきているというところを見て、この辺りでね、決済するのが、デイトレードとして、いいんじゃないのかといったところですよね。今現状で、112.3円というところに損切りを置いているので、ここを下回れば、決済、というところで、35ピプスですよね。プラス35ピプス。を、確定した状態でね、今、このチャートを見てます。最近ね、よく書いてますけど、こういったイメージ。こうやってね、こういうチャートを
なんだろう、まあ、当てる意味合いということではないんですけれども、イメージはね、まあ、波のイメージをより濃くするためにも、まあ、こういうイメージをね、作るのも、まあ、いい訓練になるんじゃないのかなというところで、まあ、紹介しているところですよね。チャートの左側のこういった空白をね、まあ、利用して、例えば今回、ここで、こんな、112.5円から、まあ、もみ合いをしたとして、例えばですね、今ダブルトップをつけて、こう、まあ、一旦の、まあ、下落になっていく流れとかね。まあ、そこだったとすれば、すると今度はこういうとこからね、で、まあ、ショートのチャンスになりそうなんで、まあ、こういうところを狙っていこうかなとか。あとはまたね、これ、まあ、4時間足のトレンドブレイクなので、もう一段階、このあたりで、こう、まあ、もみ合いをした後に、今度はね、113円っていうところを目指してね、行くような動きを、まあ、狙っていくとか。まあ、週末、もうね、今日木曜日なんで、明日金曜日、いい一日なので、まあ、この揉み合いで終わってしまうようなイメージも、もちろんあるわけで。それはね、また明日の形というところを、まあ、参考にしていくのかなというところですね。まあ、月が変わると、また流れも変わってきて、まあ、月頭の雇用統計とかね、まあ、いろんな動き出しがあるので、まあ、そういったところ、おそらく、明日は、どの辺でしょうね。この辺りですかね。まあ、時間軸的に、こういったあたりで、まあ、次の動き出しになりそうなので、そういうところをイメージして、まあ、見ていくときに、まあ、こういう矢印を書いていきたいね。まあ、そういうのも、まあ、一つの練習、まあ、イメージを持つっていうところで、いいと思うので、まあ、参考にしてもらえたらいいかなと、いったところです。もう一つ、ユーロドルですね。はい。ここは、先ほどね、強く下落してきて、結果的にこう直近の安値も、まあ、ヒゲレベルでね、抜けてきたんですよね。で、まあ、損切りを切り上げていたので、一旦、まあ、プラマイゼロで終わったんですけども、今のシナリオ、もうこの4時間足レベルの、ね、トレンドを継続というところを見ていて、この直近の安値にね、まあ、近づいてきたら、逆張りの買いを仕掛けようかなというふうに見ていたんですよね。で、そう見ていたところ、ちょうどね、で、ズドンと、下落をしていったところ。まあ、直近安値を抜いていったんで、まあ、ちょっと怖いかなというふうなイメージはあったんですけども、まあ、ただね、4時間足のそのトレンドのイメージを前々から持っていたので、で、ズドンと行った後でね、ここ、1.1815でしたね、確かね。そこで、逆張りの買いのエントリーをしました。で、まあ、その後ね、うまく、まあ、チャートが進行して、ぐーっとね、ここがまあ下髭になってずっと上昇していったのを見て、もう一度ね、再度こう、買いのエントリーしたんですけども、ちょうど1.1830ぐらいでしたね。決済してしまって、間違って決済してしまって、もう一度入り直したっていうところですね。それが、今、この1.1830というところからのエントリーというところになってます。はい、これも、現状で1.1820付近に損切りを置いているので、まあ、損切りだったとしたら、マイナス10ですね。で、プラスがここまでで16あったので、15か、15あったので、まあ、損切りだったとしても、まあ、プラス6で終わるような、トレードにはなるかなということですね。急激な下落を見せたところを、まあ、現状回復してきているので、まあ、少し、まあ、安心感を持ってね、まあ、見ていけるのかなというところだと思います。ここですね。損切りをここにしてあります。1.1828ですね。1.1828。なんで、マイナス3ピップス、3ピップスぐらいですね。それで、今現状、このチャートを見ています。まあ、直前ね、もうこんだけ強く売られたんですけども、まあ、現状でこの戻り高値を回復していった、動き、こういう強い要請ですよね。で、動きを見ると、これがね、4時間足レベルの、まあ、押し目買いとして、ぐっとね、上昇していく可能性は、あるかなと。もちろんそうならなかった場合にはね、損切りして、終わる、まあ、プラスで終われるような、ポジションサイズにしてあるので、まあ、このままね、まあ、しばらく、まあ、このまま伸びてくれれば、明日、
さらにね、戻り高値をしっかりとこう、超えてきてくれるような動きになれば、その先、月末、月頭まで、伸ばしていけそうな、トレードになるのかなといったことですね。それはもちろん、明日の値動き次第、もしくは月頭のね、値動き次第だと思うので、ここも、損切られれば、終わり。伸びていけば、この今の直近高値ですね。1.187付近の値動きってところに注目して、来週、再来週、動きを見ていけたらいいかなと思います。これがね、現状、ユーロドルですけども、4時間足のトレンドフォローで、日足のネックライン、違うか、天井圏、高値圏ですね。この1.20っていうところ、もしくは今の直近高値、1.195、196ぐらいですよね。そういったところまで、今の動きから100ピップス程度、直近高値までとしても100ピップスぐらい。この1.20というところまですると、170ピップスぐらい、値幅があるので、そういったところを狙っていければいいかなと。そこにかけるリスクがね、今現状で、プラスを持った状態で、見ていけるので、その処理代としてね、とても優秀な場面なんじゃないのかなといったところだと思います。そんなところですかね。オーストラリアもこれ、185円を割ったところで決済したので、マイナス3ですね。マイナス3で決済しました。こう結局ね、ここも4時間し、大きい動き出しになる可能性はある場面なんですけど、もうちょっと時間がかかりそうですね。これも結構月末というところもあったり、すると思うので、結局この85円近辺でもにょもにょしてしまったので、しばらく様子見たなと。この先はね、この黄色い線のように、はっきりと超えてからのこの押し目がいいというところを、狙っていければいいかなと。ちょっとね、ボラが高かったり、激しい動きをしやすい通貨ペアだったりもするので、ちょっとね、慎重に行きたいのかなというところですね。ただ、他の通貨ペア同様、今、底値圏の、疑いがある場面なので、大きい動きたち、月末から月頭にかけて、注目していきたいなといったところだと思います。はい、そのとこかな。これはもうすぐ、損切られそうなんで、プラス35ですね。で、注目。USD、ユーロドルがプラス16持ってるので、51。で、オーストラリア円がマイナス348。で、現状までね、これ確定してないですけども、プラス8をも、プラスマイナス0としても、今、現状でプラス48を持った状況で、今回、朝方から追いかけてきたトレードを終わろうかなというふうに思います。このままね、伸びた場合には、プラスアルファ、ボーナスのような感じでね、来週以降持っていけたらいいかなといったところです。今日は11月30日というところで、今年もあと残るところ1月ですね。だったと思うんですけども、為替も、いろんな紆余曲折あったり、優位脱から始まったのかな、今年の1月はどんなんでしたかね。優位脱じゃないか、今年の週足、2017年のですね、どれ見た方が分かりやすいな。2017年、押し目が入ったちょうど高値ぐらいですかね。トランプラリーが終わったぐらいか、大統領選挙が終わってトランプラリーが終わったぐらいですね。そのぐらいから、今ここまで、
まあ、ドライに関してはね、まあ、月足レベルで見ると、まあ、じわ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 下落してきたような、あ、まあ、そんな流れ、まあ、特にそこまで大きい動きはなかったような、一年だったのかなと。ただ株式相場を見てみるとね、ニューヨークダウ平均株価が市場高値を更新し続けているとか、日経平均もね、同様に、続伸しているとか、さすがにそれもね、年末にかけて、まあ、調整だったり、まあ、利確の売りが入ったりとかして、最高値更新することはなくなったんですけども、それがね、まあ、いろんなところで、どっかで弾けるんじゃないかって言われてるのがね、まあ、ずっと9月ぐらいから言われてるんですよね。夏ぐらいからかな。どうやら、今の様子だと、まあ、これはまあ予想の範疇ですけども、まあ、年は明けるんじゃないかなと。まあ、これは全くわかんないですけどね。うん。まあ、先日、ビットコインが暴落して、いろんなところから阿鼻叫喚が聞こえてきたらしいですけども、まあ、そういった時、っていうのは、まあ、何もない時に起こるもんなんですよね。みんなが予想している時っていうのは、その予想と反して、まあ、相場が進んでいくものだったりするんで、相場の格言にもあるんですよね。うん、なんで、まあ、みんなが油断している時、例えば、週末金曜日から月曜日の市場開始時とか、年末31日閉まって、年が明けた時とか、みんなが油断してる時っていうのはね、そういう暴落が起こるリスクが、他のところよりも高まったりするので、まあ今の加熱してるね、状況が、まあ、永遠に続くことは絶対にありえないので、伸び続けた相場は、まあ、必ずどっかでこう落ちてくる。伸び続けた相場は必ずどっかで落ちてくるというところを、まあ頭に置いてね、まあ、常に、適切なポジションサイズと、まあ自分との資金量とのね、関わりというところをしっかりと持ってもらって、無理なエントリーをしない。相場退場したら終わりなんでね。まあ、どんな、不細工なトレードでもいいので、とにかく生き残ると。まあ、そういったことを突き詰めていくと、必ずね、いい結果になるんじゃないかなというふうには思います。はい。今回の動画、またね、長々と喋ってしまいましたけども、これで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた更新します。